ンさん、これは、はい、フォルクスワーゲンのトワレグ、これも新型車なんですか？新型ですね、うん、SUV で、まあ、ちょうど第二世代にあのフルモデルチェンジしたバージョンでね。でこれも実はハイブリッドですね。わー、ついてる。これちょっと今もう車のこれは下から見たような、あのエネルギーモニターでアクセル踏むとエンジンからタイヤに出てってるんですね、力が、はいはいはい、エネルギーが動かしてる。あ、そうそうそう。アクセル、はい、戻しました。あ、充電になりました。そうそう、色が変わって今度タイヤからバッテリーにエネルギーが戻ると。だからこれがいわゆる回生ブレーキというもので、はい、まあ、それはなぜかというとモーターは電気を通すと軸が回って力が、回転トルクが出るよね、はい、でも逆にモーターの中の芯を回すと逆に電気が流れると。モーターの中の芯を回すと、だからモーターを回すと電気が流れる、電気を流すとモーターが動く、その逆の性質を持ってるの。うん、昔なったじゃない、はいはい、フレミングの左手の法則。そうそうそう、はい、電磁力か電磁力か忘れました。そう、電磁力、磁石と電気の関係だよね、はい、はいはいはい。だから磁石を動かすと電気が通るし、電気を動かすと磁界が流れるみたいな、うん、その性質を利用してるから、うん、モーターは力を出す装置だけじゃなくて、うん、逆に、電気も発電できる発電機になると。お、発電機とモーターって同じことなのよ。そうなんですね。そうそうそう、なんかモーターっていうとバーン動かして出すっていう感じがしますけど、じゃあ戻して、このなんか電池マークついてますけど、これはバッテリーで、バッテリー、あのいわゆる電気を起こしてモーターがね、うん、発電機になって電気貯めるわけ、うんうん、だからチャリンって電気の貯金箱に、うん、でそれがバッテリーですよね。すごいすごい、いっぱい溜まってますよ、うんうん、一目で分かりますね。で、まあ、ハイブリッドはこういう運動エネルギーをアクセル戻した時にエネルギーをちょっと戻せると、うん、ハイブリッドじゃないとこれできないので、うん、だから長い下り坂とかストップアンドゴーね、加速減速を繰り返すような走り方すると、うんうん、ハイブリッドのご利益はぐんと高まって燃費が良くなりますよね。え、清水さん、加速減速繰り返すといいんですか？あのだから、ハイブリッドは、うん、あのアクセル戻してエネルギーを貯める装置じゃないですか、はいはい、それがご利益じゃない、はい、だから逆に一定速でずっともし走ってたらブレーキ踏まないから回生するチャンスがないでしょ。ないです。でもなんか一定速度の方が燃費はいいみたいな。燃費はいいのよ、燃費はいいの、うん、だけど加減速せざるを得ない場面というのが都市部とか、はい、たくさん出てきますよね。信号待ちの時とか。そうそう、そうですね。だから誰もいないとこ走れって言ったらもう一定速で行けるから、うん、ハイブリッドのご利益はうんと少なくなって、うん、むしろエンジンの性能に寄ってきちゃうし、うんうんうん、逆に言うと加減速繰り返すとエンジンが不得になっちゃうのね。なるほど。モーターって回転数上げちゃうと、うん、あんまり効率良くないんだよね。じゃあこれは使い分けられるよっていうことなんですね。そうそう、エンジンの苦手なところをモーターが補うと、うん、でモーターの苦手なところをエンジンが補う、うん、それがうまく役割分担が果たせるから、うん、ハイブリッドはあのシステムはちょっと複雑になったり値段は高くなったりしますけど、はいはい、あのモノカルチャーのモノカルチャーというか一つの、うん、モーターだけの EV あるいはエンジンだけの普通の車とは違って、うん、ハイブリッドはその両方のいいとこ取りできるから、うん、なるほど。この車のハイブリッドは、この車のハイブリッドとしてやっぱり特徴とかあったりするんですか、他のメーカーさんと違って。あの特徴はたくさんありますよね。基本的にはモーターが一つ、なんだけど、はい、あの交差点で止まった時に、まあ、もちろんエンジンが自動的に切れる、うん、アイドルストップついてますよね、うん、でそれだけじゃなくて、はい、EV モードっていうのがついていて、そのボタンを押すと、うん、あ、こっちだ、こっちありました、すいません運転中に、あのそのボタンを押すと、はい、電気モーターだけで、はい、あの街中の混雑したところを走れますね。だから真昼間の丸の内の、はい、ランチでみんな人が出てきてるようなところは、うんうんうん、EV で走れる。
電気だけ で静かに排ガスも出さないで燃費よく行けそうですよね。うん、2キロぐらい走るのね。へえ。ちょっと燃費チェック。燃費チェック。よいしょ。お、リッター 9.4 いいじゃん。9.4 いいですか。まあ、さっきからずっとエコドライブしてんだけどね。そうです、そんな出してない。9.4。だからこのでかい 2.3 トンぐらいあるでかい SUV という車で。はい。面積もでかいから空気抵抗も大きい、はい、タイヤもでかい、うんうん、で結構これエンジンも440ニュートンってトルクでかいんですよ、はい、でこんだけの性能を持ってて、うんうん、でかくと重くて、うん、リッター 9.4 はちょっとすごすぎないって感じ。お、すごいんだ。お、すごい。そうなんですね。この子やる子なんですね。この子いい子だ、ね、いい子ですね。でね、さっきからね、はい、このちょっとレーンからはみ出そうとすると、はいはい、ちょっとよそ見したり、うんうん、居眠りして、うん、ちょっとステアリングにブルルンってあ、してくれるんだ。ブルブルブルンってくるのと、はい、あとこの四角バックミラーの四角に車が来てる時に、うん、もしウインカー出していこうとすると、はい、ピッと教えてくれる。ほら、まずここにいるとこれが光ったじゃない。あ、なんかつきましたね、オレンジに、うんうん、でこれが右後方に車がいるよと。でこの状態でウィンカー出すとほらダメよって言ってるじゃない。そのミラーの脇のところが教えてくれてるんですか、それ。ほら、あ、はいはい、チカチカってなりますね、うん、だから右斜めいるよってことだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、いいですね、これね、急いでる。そうそうそう。ブルーが、うん、どれだけさっきのエネルギーの出し入れしたじゃない、はい、まあ、貯金箱からお金どんだけ使ってどんだけ戻したかみたいな、うん、でこの回生ブレーキの方は戻った量、うん、黄色が使った量、ただし単位が違うから、うん、単純に線だけで見ると、うん、使った方が少なくて、うん、もらった方が多いと思うから、うん、貯金が溜まったように見えるけど単位が違うんで。あ、そうなんだ。すっごい得してるって思っちゃったんですけど。回生は電気で取ったから、はい、ワットアワーなんだよね、はいはいはい、だからここが100ワットアワーというエネルギーを、はい、戻しましたよと、うんうんうん、消費はリッターキロメートルだから、うんうんうん、だからおかしいんだよね、消費をキロメーターで言うっていうのはね。あ、そうなんですね、うん、消費量だから、はい、1キロ走った時に何リッター使ったかって言わなきゃいけないんで、なるほど、これは 逆になっちゃってる。なるほど。これちょっと錯覚しそうな。まあでも気分はいいですよねとか言って。車も電気ありガソリンありディーゼル軽油あり、はい、まあ、水素あり、はい、水素、うん、天然ガスありいろんなものが使われてくるじゃない。そう、何がいいのって言われた時に、うん、全部単位が違うと、うんうんうん、気体、気体、液体、電気、ちょっと比べるのが難しそうですね。難しい。電気って、うん、電気の正体って、うん、まあ、昔の分子原子でいうと、うん、原子核の周りを回ってる電子、うん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 、電子が電気の源なんで、うんうんうん、すごくその電気の量を言うっていうのは難しいよね、うんうん、やっぱりこういう SUV だからトアレグみたいな車はさ、はい、でっかくて力強くて、うん、四駆で、うん、道悪くても走れるでしょ、はい、で燃費もいいでしょ、はい、まあ、こういう車こそ今の東北にね、うん、行く時には必要な車だよね、うん、まあ、フォルクスワーゲンとポルシェが共同で開発したっていうだけで、うんうん、欲しくなるようなイメージもあるし、うん、で実際それは流行に流されることなく、うん、やっぱり両社の持っている企業の開発の力がね、うん、本当に結集されて、へえ、ポルシェっていうとすごい速いみたいなイメージ、まあ、速いし、うん、非常に技術深い、うん、でポルシェがやっちゃうと値段が高くなっちゃう。フォルクスワーゲンと一緒にやることによって、うん、それを非常に買いやすい価格帯で、うん、実用化してると。で値段がまあ900万円前後なんですけど、お、まあ、それでも十分高い高級車ですけど、うん、どうなんですか、やっぱりポルシェが関わるとかそういうのの中でいくとこの価格帯っていうのは、まあ、この大きさとハイブリッドの性能を見ると、うん、
まあ合理的、納得、高いけど、うん、まあ人に勧められる、うん、お金持ちの人には勧められる。なるほど。車だけどこれの V6 の廉価版もあるんだよね。V6? エンジンがもうちょっとちっちゃいハイブリッドじゃない。あ、そうなんですか、うん、へえ。普通の人にはそっちの方がいいかなと思うけどね。安いから。そうですか、燃費のこと考え、まあ、安いったって多分600万以上するけどね。高級車、高級車には変わりないですけど。燃費はエンジンちっちゃいから悪くないよね。あ、そうですか、うん、へえ。でもこれからどうなんですか、清水さん。やっぱりハイブリッドついてた。そうなんだよね、うん、ハイブリッドという機能が、うん、回生ブレーキ取れたり、うん、いろんなご利益があるから、うん、それに慣れちゃったらね、うん、例えば今までもプリウス乗った人は、うん、普通のエンジン車買えないだろうね。そうですか。そう、それだけすごい。ヨーロッパの車買うんでも、うん、ハイブリッド選ぶと思うよ。あー、そっか、うん、で、ここ 2,3 年ものすごい数で、うん、エコカー減税の効果もあって、うん、意外に富裕層たちがプリウス買ってる例が多いんですよ、うん、でそれが来年ぐらいから最初の車検を迎えるからね、はい。じゃあ次何かを買った時に、うん、また同じプリウスはいかないだろうなと思うのね。おー。その時にヨーロッパ車のハイブリッド行くか、うん、トヨタの中の高級レクサスハイブリッド行くかっていう選択肢しかないんで、うん、あー、なるほど。ホンダはまだ上のクラスにハイブリッドないし。あ、そうなんだ、うん、そうですよね。安いから売れてるとかそういう、うん、まあどっちかってちっこい方に行ってますからね、うんうんうん、なるほど。最初の方とかってやっぱりいや違うみたいな感じはあったんですか。そうそう、もちろんその話はあったんですよね。うん、まあ、日本がハイブリッド、ヨーロッパディーゼルみたいな構造だったんだけど、うん、やっぱりお互いに技術屋さん同士だから、うん、いいものはいいって認め合うところが、うん、実は理系の人たちは、まあ、意外とそこは素直だから、本当に物でよかったらもうそれを認めるしかないじゃないですか、うん。やっぱりハイブリッドの良さっていうのも認め始めたし、ただそれはハイブリッド技術がそのものがね、バッテリーが小さくできるようになったとか、うん、安く作れるようになったとか、うん、10年間やっぱりハイブリッド技術が進化したっていうのがあって、それを進化させる ドライブ役をやってたのはずっとトヨタだったから、うん、まあ、トヨタが世界を2000年以降大きく動かしたっていうのは間違いない。なるほど、うん、うわすごい。まあ、中国メーカーまで巻き込んで、うん、トヨタが、うん、プリウスがいなかったら、うん、世界はこういうふうに変わってなかったですよね。なるほど。なんか清水さんに言われるとまた余計すごいんだって、まあ、目がうるうるってなっちゃうけど、だから日本はそういうやっぱり操作があるんだよね。うん、本当ですね。それはすごい誇りですよね、うん、お疲れ様でした。これ結構いいね。いいですね。ちょうどいいっていう感じだね、うんうん、大きさとかね、はい、機能が。ヒロさんも十分でしたし、うんうん、乗ってて安心感がある。でフォルクスワーゲンにしてみれば、うん、初めてのハイブリッドなんだよね。あ、これが初めての、うん、なるほど。だからもう盛んに日本がハイブリッド、ハイブリッド、ハイブリッドで攻めて、うん、ワーゲンはディーゼル、ディーゼル、ディーゼルで攻めてたんだけど、うんうん、まあ、ここ来てようやくフォルクスワーゲンもガソリンハイブリッドを作って、うんうん、まあ、お手並み拝見っていう感じなのね、うん、我々ハイブリッドに慣れて日本人からしてみると。なるほど、うん、でもね、よくできてる。よくできてる。よくできてる。だけど部品メーカーは結構日本の部品メーカーが入ってるのね。あ、そうですか。だからちょっと嬉しかったね。なるほど、うん、やっぱり先駆者の日本の知恵をというか。だから日本ってこうやっぱ産業強いからね、うん、自動車メーカーの下に1時、2時、うん、3時、4時、まあ、下請けメーカーさんがね、うん、いっぱいいるんだけど、町工場まで含め、うん、でそういったところがやっぱりものすごく頑張ってるんで、うん、ヨーロッパの自動車も日本の部品が支えてる、ね、うん、誇らしい、うん、で燃費もだいたいリッター10キロぐらいでうまく乗るところから、ね、うん、この大きさ約車重でいうと 2.3トンぐらいかな、うん、2.3 トン 重いけど、うん、それでまあ快適に高速移動できて、うん、リッター10キロ前後だったら、うん、もうこれはオンの字でしょうね。なるほど、はい、うん、そういったところもちゃんとカバーできてるってことですね。で結構EV モードっていうのがあるから、うん、エンジン止めた状態でこういうところだけだったら、うんうん、
ゆっくり走れば電気だけでこれ走れましたよね、うんうんうん、なるそうでしたね。だからショッピングセンター入った時とかね、うんうんうん、エンジン完全に止めちゃうと高速とまた違って別に、うんうん、そういう乗り方もできるので、うん、結構きめ細かいあの、うん配慮がね、うん、たくさん持ってますねこの車。考えられてますよね。そういうの嬉しいですよね、うんまあ、だから相当日本車を研究したんじゃないかなという気はしますけど、そういう跡が見られますか。見られる。でもまあ、それに甘んじていると日本が負けちゃうから、うん、あなるほど、まあ、やっぱりいいライバルが出てきたので日本のこれからハイブリッドも、うん、このトワレグのハイブリッドがね完成度が高いだけに日本車も、うん、特にトヨタのハイブリッドが、うん負けないように頑張っていければいいと思いますからね。してられませんね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。